はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。TOことテオです。今回は、Twitter 上で、ちょっとリクエストがあって、回収していきたいと思います。そのリクエストの内容が、今使っているエコヘイの専用キット。エコは我々のものだ。バリスティックシールドですね。まあ、盾ですね。こちらを使って、ここのオペレーションロッカー、コンクエストラージをやっていきます。よろしくお願いいたします。で、盾を使うには、まず、どれだけ裏取りをできるかっていうのが肝になるわけで、裏取りってあんま使わねえかも。よし、あれ。おう、裏取りってあんまし、あんましないっていうよな。裏取りはするにはするけど、ほぼノーティープレイヤーですんで、なかなか裏取りはしないんで、突っ込んだ方が、キルしやすいんですからね。ね、しかも縦だから、はい、来る。おっと、ナイス。はい、スモーク立ちますよ。スモーク立ちますよ。そしてまずい。おー、ノー。ま、盾使うとこうなるわけで、なかなかキルできるって言ったら、キルできるかって言ったら、キルできないもんで。とりあえず突っ込んだら切るのができるかなっていう感じ。おっと、死ぬかな。よし、まいった。おお、味方ナイスー。ない。もう一つ、もう一つ。おっしゃ、よし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 、なんとか気づかれずに裏を取ったぞ。振り向くなよ。そのまま前を向いてくれ。キルができないだろう。なかなかキル、ワオ、そこに敵さんがいる。はい、スモーク、おー、醤油玉投げ込まないで。オペレーションロッカーは使った復活ですからね、多分。あれ、これはまずいな。痛い。死体の山。痛い。裏取りしたいけど、モンストもいるからな。モンスト周り。モンストに回っても多分ダメだろうな。そこにいたのね。そこに結構いるし、でも膠着する状態だからな。あ、でも泣きられそうな感じがするんだよね、やっぱ。そこに敵が多いんで、これはなかなか厳しいので。どうしようかね。どうしようかね。まずいな。なかなかうまくいかん。おや？おや？起爆したな。上に行けたらいいんだけど、なかなか味方も苦戦してるようで。
分かるだけでも二人はいるんだ。だけど、ダメアート。二人いるな。でも、勝ち上がるな。うわらら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 、おー！あれ、ここどこ？でもちょっとこんなにはこんなには聞いただろう。ここまでするやつがいる。絶対おおおおいない。いやーもうあれちょっと横から撮ったらどうなった。あ、ここだと。わあ、もう、あちゃい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 。なんでこうなんの。最後の一発。おお、ちょっと突っ込む。おらららおら、そう。ダメだダメだ、全然ダメだちょっと一回味方の援護もかな。はい、味方さん、どうぞ。大肉爆です。今ね、大肉ね、アキートすってんのよ。ちょっと待ってね。あ、あちら。おい、これがスモークで、スモークで皆さんの援護に回って、やばいやばい。でね、3、2、1、おーららららら、痛い、クソクソ、受けられなかった。こういうのってほんと突っ込んだ勝ちだからな。ダメ？武器使っちゃダメ？使っていいよね。もう武器ね、疲れてる。おいおい、あれ？誰か待たない。あたしだけど。うん、ダメ。全然ダメ。そうそう、どうやったらどうやったら攻撃できるか。攻撃してるけど、なかなか薄いな。味方がそこまでのバーって突っ込んでくれれば、俺もやりやすい。ほら、ほら、あれ、ちょっと、あれ、どこ向いてた俺。完全に味方に迷惑かけてるよな、これ。ちょっと抜けられてった。やばいやばいやばい、バレるバレる。おっ、ナイス味方。ちょっとごめんね。ありがとうね、ここさ。で、完全に D のやつらが後から回ると。ちょっくら近くにいるな、これは。おっと、待つ待つ待つ。おお、当たんない。なんで当たんない。バルステックシールドって攻撃範囲狭いんだっけ。なかなかきついね。デルタを制圧した。かなり密接的に近づかないと当たんねえんだな。あ、痛い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 。あっ、危なっ。おっ、メディックだ。手当ては必要か。今
彼は飛びましたよ。防衛しよう。とりあえず、デルタ防衛で行くと。どっかにはいるはずだ。おっとと、今のなんだ？味方のか？ダメだ、全然キルできないっていう。そう、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 楽しいけどちょっと、そう。あ、これ下にいるね。ほら、あ、味方に取られちゃった。あそこに結構あおおおおくそ、ダメだった、ダメだったよ。ね、というわけでちょっと、クリにもいいので一旦ここでクリらせていただきます。はーい。まあ、お待たせいたしました。続きやっていきます。未だに生きるもできないまま。生きるしかしてねえか。全然キルできない。全然キルできない。全然キルできない。逃げ回るだけの毎日。おーらら、おい、おら。ねえ、他の武器使っていい？ダメ？ですよね。ダメですよね。まあ、人間ささえの武器だから、とりあえず、やっていくわ。キルレなんて関係ねえ、キルレなんて関係ねえ。キルレなんて関係ねえ、畜生め。キルネなんて関係ねえ、もうお前らなんか怖くねえ、死なんて恐ろしくねえ。大事なところにかもっていう。いやー、ダメだー、ダメだー、絶対ダメだー。あ、もう十分渡したいよ。おー、ダメだったー、キクショウ。そう、ダメだった、間に合わなかった。全然ダメだ、うまく。あ、もうそう。なんでよー、キルさせてくれよー。いいじゃないか、一回ぐらい死んでも。減るもんじゃないよ。おー、もう。しかもクレームに引っかかるって、なんなんだよ。ダメだ、生きるしかできねえ。やべ、もうちょっとで試合終わるし。アルファ取ったらバナドリできるかな。
勝負。今チラってね、シールド使ってくれる人いるんだけど、シールド使ってきてる人いるんだけど、感化された僕に。いいじゃねえか、シールドの野郎いたらシールド対決って言うもんじゃねえか。おう、ぼったしー、ぼったしー。はい、というわけで、チーム的には、勝ちました。でねー、成績どうなんだろうね。そんな活躍してない。ほぼ最下位じゃねえかよ。1990ですって。私と同じチームの人、そして招待の人、申し訳ございませんでした。以上、シールド動画でした。盾動画でした。はい。それでは皆さん、また次回、次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。